竹井デルゴ天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。まだ大阪に出ます。さあ、大阪道頓堀食い倒れビル地下のザザ、そこで呼び込みライブ参戦してるんですが、新ネタ5本、プチクアナしたわけなんですが、今日が最終の5本目のネタです。見てください。どうぞ。さあ急いでください、急いでください。さあ1回目楽しくできましたね。2回目も楽しくできそうです。いらっしゃい。こちら食い倒れ太郎エスカレーター降りてすぐでございます。お笑いを見る予定はありますか？ないという方はぜひぜひ見てきてください。お笑いライブどうですか？300人の笑いライブですよ。お笑いライブどうですか？ここ空いてる？いい？いい？あ、よかった。ようこそ。結論から言おうか、犬逃げた。57歳です。アルプスの少女ハイジみたいにね、マネして思いっきりスキップしたらクララの立場になりかけたよ。あのさ、俺の実家欠陥住宅じゃん。家斜めじゃん。子供の頃からこれぐらいでずっと生活してたわけ。大変だったのが18の時の初めての一人暮らし。借りたマンション英語でしょ、ゲロ吐いたよ。あのさ、俺の実家四国は徳島県阿南市荒田町片山17-8じゃん。ねえ、あの信号3つしかないところじゃん。野球中継で一部の地域を覗いてて、その覗かれてるとこじゃん。ねえ、そこで生まれ育ちましてね、本当に山にポツンと一軒家でボロボロの家なんですよ。さっきも言ったように本当にね、子供の頃の友達がね、おい夏休み新しい心霊スポット見つけたから行こうやって連れて行かれたところが俺の家なんて。ほんまやで、これそれ俺の家やから、恥ずかしいって言わないよ、言う勇気なかったんだよ。だからみんな友達と一緒に自分の家見て怖がって、何これ気持ち悪いよ、揺れてるじゃん。で、友達が出た幽霊や、いや、じゃあ違う、それ俺のおばあちゃんや。だ、恥ずかしくて酔わんやんか。俺おばあちゃん見て走って逃げたもん。そんなところでね、生まれ育ちまして、家貧乏やからね、皆さん中学の時自転車とか買うてくれるやんか。うち買うてくれへんね。みんな友達はあのね、五段変則とかね、俺ら世代で流行ったんですよ。そんな買うてくれ、おかんのママチャリを家族が共有してるのよ。俺だけや、こんなんで女乗りせなあかんねんもんな。チリチリチリみたいな、みんなかっこいいやつや、こんなんで。13になったらね、バイクに憧れて、みんなね、自転車の前のフレームに長方形の厚紙を貼ってスポークにそれが当たるようにして、自転車越えたらバタ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 ってエンジン音がするの。これ流行ったの、みんなもやったよ、やってる。俺ら田舎ではこれ流行ったで、この時ばかりと俺見返したろと思って、見とけ俺は違うと思った。ほんでね、あの厚紙じゃないし、むちゃくちゃ硬いプラスチックを加工して、ほんで近所の溶接工のおっさんおったから、そのおっさんに溶接してもらった。ほんで友達の前で見せたら、見とけよ、言うたら、おとちゃん、ボボ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 、もう友達すんげえな、でもお前この自転車乗るの絶対ヘルメットいるで、みたいな、せやろせやろ。ただ先ほども言ったように、この自転車おかんも乗るんですよ。本当やで、おかんそれで買い物行くのよ。ボボ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 。俺の友達がみんな俺のおかんのことハーレママって呼ぶでしょ。本当にね。
今の犬が逃げた時の俺の。はい、ということでね、まあ、このネタはまあもともと大阪にいてる時にね、まあ、これをもう関西弁でバーッとうちのおかんはとか家の実家はみたいな、ネタをまあリメイクしまして、まあちょっとこうね、キャラをちょっとつけて、そんでこうテンポをつけてね、新しく作ってちょっとね試してみました。なかなかね、従来の喋りで全然あの受けてるネタなんですが、まあまあ、ね、もっとキャッチーに、ね、やっぱり犬逃げたよはやっぱ受けるな。だからどうかな、そのつかみ、俺は本当に自分で言うのもないやけど、どうですか皆さん、結構ねもうあそこでねドーンときて、まあ、そっからねこうもっと期待度が上がるんで、そっからこうネタをこう上げていかなかったんだけど、たまにそっから尻すぼめでシューッなるときあるけど、まあまあそういうわけでございますよ。今ね、通天閣のところに来てるんですが、そこのマックにいてるんですけど、この通天閣の街にマックがあんねんね。昔考えられん。もうね、この街うどん屋か串カツ屋しかなかったのに、このマックができるとはね。んでまたね、まあこの街らしいなんかね、ヘベレケのおっさんとかがねマック着てるわ。ほんでね、ここの店員さんがねすっごく親切というか、そういう風に営業方針をしてるんだろうね。こういう街だからこそ親しみ感を、どうもありがとうございました、お気をつけてお仕事、まあ、遊びにか分かりませんが行ってらっしゃいとか言ったりとか、で従業員同士がねすごくこうなんか、あどうもお疲れさんって、今度はいつみたいな、こう和気あいあいとしてる。なんかこれ本当にね、こう通天閣来たらぜひね皆さんマック寄ってください、いいと思うわ。ね、フィレオフィッシュのフィッシュってなんや言うてるおっさんは、お魚なんです、こんな魚があるか言うて言うてたよ。240円のセットで卵が入ってないやつあるやろな。ベーコンエッグですか、ベーコンエッグ、おそれや、いやベーコンエッグはそれは卵入ってるんですけど、卵ちゃうやんか、卵って言うてへんよみたいな。いいよここはい、それでは最後に、ね、みんなとエンディング平場のトーク見ながらお別れしましょう。4月の29日、うちの母親の誕生日なんで、89だ。おめでとうございます。いまだに電話してもいくつ使われる。俺がやってみたの。ほら、うち息子おらんって言うの。なんて話すの。ネタの続きみたいな。何か喋れよ。楽しいなと。何もない。僕も竹井天狗の天チャンネルってちょっと皆さん検索して YouTube やってますんで、またこの模様も配信しておりますんで、ぜひ皆さんで、ね、見てください。よろしくお願いします。まあ、いろんな企画やってるから、結構9万ぐらいも、そう壁に向かってちょっと喋ってるのもあるからね。人生に壁ができたら。流したらダメですよ。